こんにちは、京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。松宮局のホームページ見ていただいた方ありますか？この動画下の概要欄にリンクを貼っています。特に今日ご紹介するのはこの急心肝脳元気という漢方薬のご紹介になります。ぜひこれ見ていただきたいなと思う方たくさんいると思うのでご紹介したいと思います。でホームページにもその急心製薬が出しているパンフレットを紹介しているんですけど、それを私少し読み上げたいと思います。急心肝脳元気、効能は気付け、息切れ、動悸、胃腸虚弱、消化不良、下痢。用法用量は大人15歳以上1回3粒、11から14歳1回2粒、8から10歳1回1粒、1日3回、食前または食間に水またはお湯で服用してください。お子様にもお使いいただけます。ぜひご相談ください。お待ちしています。